コルベット次世代型 C8 に関する最新情報を入手した。以前のレポートではゾラの名称が伝えられていたが、新型はマンタレイと呼ばれ、 GM ラインアップに革命を起こす計画があるという。マンタレイとは1968年に発売された第3世代コルベット C3 誕生前に製作されたコンセプトカーだ。2リットル V 型8気筒 LT1 アップグレード版を搭載し、最高出力は500ピコセカンドを発揮する。その上にはグランドツアーを設定。最高出力600ピコセカンドを発揮するキャディラック最新の4。2リットル V 型8。気筒ツインターボエンジンを搭載する。そして頂点にはグランドスポーツをラインアップする。5。5リットル V 型8気筒、B ストリーツインターボエンジンを搭載し、最高出力は800ピコセカンドから850ピコセカンドが予想される。ワールドプレミアは2019年内と予想され、